みんなこんにちは、ハリーです。ボーティーラッシュ、楽しいかい。今回なんですけれども、トゥイートピコクじゃ。おいおい、運営さん、今出すのかよ。さすがてこ。ということで、5時になりまして、バウンティーラッシュ公式運営さんからですね、新しい情報が出ちゃいました。ありがとうございます。もう意味わかんないよ、梅さん。この発表の方法の時間帯が変わったんですね。まあ今までだったら12時、10時だったのが、前々日2日前の夕方5時に画像、そして次の日の前日の12時にそのキャラクターの発表、そしてその日の5時に映像が出るということになってました。もうちょっとわかんないよ、梅さん。ということで、新キャラクター、出ました。まず1体目が TP9 ブルーの青属性ゲッターです。青ゲッターか。うわ、緑ゲッターかと思ったんだけどな。青だったか。なるほどね。で、この新キャラクターについての情報だけじゃなくて映像も出ちゃいました。これ出ていいやつなのか。まあでも公式から出てるもんな。ちょっと映像の前にですね、画像を見ていきましょう。新キャラクター紹介。TP9 ブルーの青属性ゲッター。エアドアに関してはチャージ完了の時は一番遠い敵チームのお宝エリアで、チャージなしの時は一番近い敵チームのお宝エリアに移動することができる。これさ、いわゆる中間に移動できるってやつじゃん。うまく使えば。そういうことだよね。いや、これよくないか。敵チームのお宝エリアにてお宝ダッシュを狙おうということで、新キャラクター登場です。ブルーのよいしょ。いや、マジか。じゃあちょっと映像も来てるんで一緒に見ていきましょう。さあ行きましょう。来ました。うわ、かっこいい。出てきた。音声いいね。通常長っ、早っ、長っ、早っ、そろそろみたいな感じ。あ、これどういう感じだ。どういう動き方。全ては正義のため。これ楽しい絶対。あ、これでチャージしてる。で、完了して一段でガチャガチャ。シュールすぎる。ということで登場しましたブルーの。マジで最高なんですけど、ブルーの。なにこれ。なんだよそれ。何でもいろいろ突っ込みどころが多すぎるんですけど、まず何これ、出てくるのは面白いよね。で、その後この通常攻撃も長いのいいよね。そしてこのスキル1の移動の仕方ね。意外と長いし。で、ヨロケムこうなんだ。で、最後にボカーンで打つ感じね。なるほどね。移動すると面白そうだな。移動中、状態異常向こうのフランキーとかついてたら強いけどね。で、これガチャガチャの開けるタイミング。これ開けんのシュールすぎだろ。もっとなんかないのかよ。なんか、ガチャって。これおもろ、このキャラクターすげえおもろい。敵武者アタッシュついてんのかな。なんか緑牛みたいな感じで 70% 以上で敵武者アタッシュとかついてたら最高だけどね。はい、ということでこれに関してはまだわかんないんで、みんなこれ楽しみにしておきましょう。明日登場の青ゲッターブルーノでした。楽しみだな、このキャラクターすげえいいな。なんかということで来ました、次のキャラクターです。2体目がこちら、 CP9 新キャラクタージャブラ緑アタッカー。黒じゃないんかい。緑なんだ。いや、これがなんかルセアタイコンっぽいね、どうやらね。さあ、じゃあもう映像も見ていく前にちょっと特性読んでいきますか。敵を攻撃すると防御力が上がる特性。俺やっぱり防御力持ちだった。あ、でもジャブラの方が防御力持ちなんだね。なるほどね。で、最大10連続ヒットの10シガン。これやばそうやな。で、防御力が一気に増加。これで上がっていく感じなのね。なるほどね。で、防御力が高いほど大ダメージを与える。1、2、3個の技？ 1、2個の技があんだ。なるほどね。10シガンと嵐足、わかんない。ちょっと、乱脚で合ってる。わかんない。わかんない。俺ね、漢字弱いから。英語で書いて敵を KO しましょうということ。さあ、来ました。新キャラクターの映像一緒に見ていきましょう。じゃあ、来ましたよ。ジャブラです。かっこいい。なんか意外といいな、ジャブラ。で、ゾーン系だもんね。あ、通常攻撃。あ、前に進む系だね。これ結構いいな。2段止め早そうだったな。うわ、瞬間移動だ、これ。カメアメもかっこいい。これいいよ、この技かっこいい、使いたい。で、これスケール2の方がめっちゃ多段攻撃になってるってこと、そういうことかな。ゆっくり、これ、あー、
吹っ飛んでたかな。ちょっと待って、いろいろちょっとゆっくり見ていかなきゃいけないね。マジか、新キャラクターこんな感じなんだ。面白これ。いや、まあ、結構楽しいスキルかもしれないね。なんかあの瞬間移動できる能力を持ってるし、鎧剣向こう持ってたよね。あと防御力上がっていくってことなんで、この連続多段攻撃はスキル2の方になってるってことで、まあ、こっちならなんか吹っ飛ばしも合いそうだし、結構対抗できんじゃないかな。なるほどね、なんかスキルの火力が上がっていくみたいなパターンなのかな。もうアタッカーとして能力を上げるんだったらさ、防御力はアタッカーの能力だよね。火力の方がちょっと気になるよね。だからちょっとこれもね、面白そうな能力ですな。クリティカルの可能性ありそうじゃないか。なんか10連続ヒットって書いてあるし、であともう一個気になったのはさ、あのスキル1の方を当てた後、なんかシールドマーク出てない？なんか自分のジャブラの方になんか青いシールドマーク出てるよね。でこれシールド持ちなのか。なんかジャブラ楽しそうだな。絶対ルセラにカツマン出てきてほしいと思ってたから、これワンチャンあるかもね。わー、これめっちゃ、ちょっと待って、楽しみよいしょ。ということで、運営さんから公開になりましたキャラクターたちでございます。みんなこれ楽しみにしておきましょう。そしてですね、あの運営さんの方から新しく面白いね情報がもう一個公開になってます。それがこちら、なんとエニエスロビーステージカウントダウンバトル6月27日開催予定のチャレンジバトルから、なんと新ステージエニエスロビーステージが登場します。これやば！エルッチとルフィが死闘を繰り広げたあの場所が舞台だってことで、クオリティすごくない？みんなこれえぐくない？このクオリティ、なんか後ろの砂煙とかもそうだしさ、壊れちゃった感じ、あのギガントサードの方で開けた穴なのかなこれね。ちょっと待って、これかっこいいこういうのだよ上さん待ってたよ俺らは、こういうのだよ上さん、本当にありがとうございます。ということで皆さん、これ楽しみにしておきましょう。明日登場のキャラクターです、ジャブラと、そしてこちらのキャラクターブルーノにも注目しておきましょう。見ていてみましょう。次の動画でお会いしましょう。ではまた。